芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト第2期。今日はあなたがテコリスト、略して今日テコとは、さまざまな企画とトークをお送りするゆるーいトーク番組です。この番組はハッスル FM キズナステーション 84.0MHz でお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net 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 でお待ちしております。はい、こんばんは。今日はあなたがテコリスト134回目でございます。あ、相方がいない。相方がいないから、今日は、やめとこうかな。いや、なんで？あ、来た。相方来た。相方じゃない。相方ではない。はい。というわけで、はい、今日はですね、はい、斉藤優くんお休みの、はいはいはい。はい、ちょっとゲスト盛りだくさんという感じで。そうですね。では、自己紹介からいきましょうか。はい。はい。私、芝居企画テコール作演主催、そしてこの番組のメインパーソナリティ AKR と、はい、新羅演劇空間前回会場やっておりました鹿島いつきと、はい、今回、そうですね、こちら鬼腕の段にてご税役で参加させていただきました甲賀です。はい、よろしくお願いします。甲賀くん、あれだよ、はい、声をもうちょっと張らないとそう、これはね、先ほどの生とは違い。そうですね。マイクは目の前いないよ。ね。はい。もうそう、もう先週になるんですけどね。はい、生放送、純くんの夕焼けハッスルに出させてもらった直後と。直後でございます。はい。はい、もうついてたら撮っちゃおうというね。雑。だから多分、ゆうくんも今週どっかで会わなきゃと思ってる可能性がある。ある。なんて言ったって思いつきだから。そうですね。はい。うん。でもまあせっかくなので、ね、この3人で引き続きちょっと1週間空けて話していこうかなと。あ、そうですね、いいですね、うん、はい、ね、まずは何はともあれ極の段お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。ね、もう聞いてる方はまあその前に1回流れてるのと、ね、ちょうど、はい、放送でも言ってるんですけども、千秋楽の前日ですね、そうですね、に収録したものが流れておりまして、はい、で、その次の日に生放送で参加と、はい、いやー、言うても今の段階で一昨日でしょ、終わったの。そうですね、ね、はい、いや、すごいね、体ボロボロです。うん、はい、まだ頭がポートはしてるね。あ、してる。してますね。帰ってきたい感じが、うん、そう、いつでも寝れるねあ、そっちね、うん、そっちも、はい、うん、もう体がね、なんだろう、足の裏の筋、あ、がね、伸びない。あ、痛くて、俺背中、あ背中が痛い。こうだろうな。俺はもう始まる前から腰が。あま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 あ。思い出したよ。衝撃の効果事件ですね。そうだね。君を乗せてはるばる行ったね。高崎のお助け爺さんところ行った。行きましたね。はい。はい、もうね、勝手に宣伝しちゃおう。困った時には桑原いいんですよ。テコール。本当にでもそれもありがたいことに、うん、あやめと宝永のおかげでもあるんですよね。まあ、お茶目、そう、お二人がもうふざけてふざけてあれしてくれるんで、なんかこっちもそういう方向になんか作っていく方が面白いなと思って。あ、味が寄ったっていう言い方あれだね。いいシンクロしたんだね。でもやっぱり甲賀くんと、まあやめと宝永だからこそできる空気ってあるじゃないですか。あれ他の人やったらまたちょっと違った感じになると思います。ちょっと違うね。うん。ふざけ倒すのにちょうどいい範囲で乗ってくれてた。そう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 。最初拾いすぎだったけど。そうですね。ありましたね。遊びすぎって言われてもありましたね。うん、あそこに戦いという文字が一切なくなる。じゃれ合いってなってる。ねえ、で、まあ、コーンが唯一、あれじゃない、重アクションというかさ、相手が、ガンアクションの相手をずっとしてたもんね。してましたね。ガンアクションと無手しか相手してないですからね、そうだね。うん、対刀最後切られる時ぐらい、階段上がる前だ。しかも昨日丸に切られるっていう。そうだね。あと一瞬高瀬。ああ、そうか。本当に一瞬だった。一撃当てたら。あとはもうほぼね、ガンアクションと無手相手なんで、あれリアクション大変だろうなと思いました、やっぱり。結構そうですね。で、秋月さんにそこら辺毎回チェックしてもらうんだけどさ、もう秋月さんは、うん、
あの、ここの範囲はほぼもう芝居だから、って言われて、あんまり、あの、アドバイスがないっていう。まあ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 、まあ、ね、やっぱり、あの、技術的にね、どうしても危ないとか、そうだね。見え方が如実に出てしまうのが剣の方なんで、うん、そっちに重点がいってしまうわね。剣見てとかはね。ぶっちゃけの話、まあ、やっぱガンアクションって、受ける側、うん、コスがどうリアクション取るか、になかかってくるんで、うんうん、はい、もうあとは頑張ってねとしか言いようがないじゃないんですよね。その中でまあ反動だったりとか、うん、受けた時のとかいうのとか教えてくれたりね、うん、はい、してたけど、どうでした、あのテコール初参加ね。そうですね、うん、最初本当に何なんですかね、いろいろあったっていうか、あの始まる前からいろいろあったのが らしいですね。いろいろあったらしいのは、古賀さんがね、古賀さんが中の方がちょっと、うん、そうですね、ちょっといろいろあって、いろいろありまして、大丈夫とも言われて、俺も大丈夫かなと思いながら俺もこの人何しに稽古来たんだろうって思ってたら何回かあったんだよ。まあ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 。うん、あの、まあ自分の番になって、うち一応シーンで、撮ってるじゃない、まあね、うん。で、来たなと思ったらさ、まっすぐ歩けないけど。で、椅子座って、あいたーって来て。いや、でもそれでもね、来たかったんだもんね。うん、やっぱ稽古は出なきゃって思ったんだよね。うん。来たなと思う。いろんな意味で来たなと思う。うん、来るべきものが来たと。うん。だから今回、というかほら、テコールというか、俺が割とあの、なんだろう、まあ、スピリチュアル系がちょっと絡むじゃない？はい、でしかもまあ怖い話とかこういう鬼を扱った話とかの時、俺とケンちゃんがちょっとこうするでしょ。まあこうしますね、うん、でその中でやっぱり今まであのテコールのお願い出てくださいっていうファーストインパクトでいいねって思った人とかのお声が決裂した時とかに、うん、あのテコールと合わない人っていうのは自然と何か予定が入って離れたりとか、あ、まあ、例えば体調崩したりもあるけど、うん、してたんだけど、今回は間に神岡が入ってるから、なんか甲賀くんとは無理くり繋がっちゃった感じがしてたの。だってこれもう話していいよね、あのオーディションの日とか、はい、あのオーディション受ける前日の夜まで元気だったんでしょ。元気でした。でバイト終わってお風呂入って高熱が出た。あれなんかおかしいなと思って、なんか、あ、体が立てないと思って急にまず布団にあの倒れ込んでこれはおかしいぞと思って熱測ったら38度だか9度で、高熱ってなって、9度ぐらいあったんですよね。今回来ないっつって。でも、ケンちゃんは知ってるからさ、うん、そこら辺、まあ来なくても、明らが良ければいいと思うよって言ってて、でも、逆に、あの、そこら辺信頼できるんだったら、それはケンちゃん信じるから大丈夫よ、っつって。ね、二人で会いましょう、っつって、しばらくちょっと時間があったんでね、あったら、まああの、とある部分が負傷してたり。ちょっとラジオでは言えないそうですね、うん、ちょっとまさに今なんですっていうのをお会いしてからっつって大丈夫かなともしかして悪い方に引っ張られちゃったかなみたいな、うん、早いなと思ってなるただまあ昔からあの台本渡した段階で怒ることもあったの、うん、はい、ああなるほど。過去にホラーやってた時に昔あの2年間ぐらいしかやんなかったんだけど、2回しかやってないんだけど、あのホラー祭りそう夏だもの怖い話っていうのは納涼祭りをやってて、本当にドピン車であの8月の15、16とかのお盆時期にやってたんだけど、そこのするんだそこで小屋が開いてたんだって。でしょうね、お盆ですからね。お盆ですから、みんな帰ってるから。そうですね、うん、でいろんなものも帰ってくるから、うん、帰ってきちゃってで、うちの当時音響やってたやつが、まあ、もうただただまあ仲良くてさ、あの、しょっちゅう、あの、ラジオとかも始まりはそいつだったりとか、で、そいつの家にはやっぱりあの、もっと、今もだ、元って、今もナウでエンジニアさんやってるのよ。あ、そうですね。で、まあ、音楽系の機材とかも置いてあったりとか、電子ピアノとかも置いてあると。で、納涼の台本を読んでたら、ピアノ鳴ったぞって電話かかってきたり。でケンちゃんと初めてやったそれこそ怪談屋のワンの時とかは、家で台本読んでたらなんかいっぱい来たって言ってすげえ文句言われたりってことあってそれからあんまりその台本渡す前に言うのやめてたんだけどみんな気のせいだよって思いながらあんまり広まるとテコールさんところにあの来なくなるんですよ。そうなんです、うん、役者さんもお客さんも来なくなっちゃう
ただあの本当にホラー好きの人たちが集まる会になる、ね、どんどんやばいものを集める会になりそうで怖いんですけど、いっぱい呼んじゃうからでもそんなこともあったりしてたけども、まあでもそれ以来そんなになかったのよ ね、なかったのかな、知らないっす知らないっすけどちょっとごめん、一個心当たりが出てきちゃう。あの台本、とある台本をレンタルした時にすごいことが起こった話があった、ええ、あの秋のお話を、はい、雪の降る音の、いわゆる神谷と宮本が最初に出てきた、そうそう、はい、生まれたエピソードのやつ、はい、うん、の時もなんかいろいろあったなと思って、まあ、ちょっと外部にねお貸ししてたら、なんかその外部の方でいろいろあったらしくて、あったらしいという話、いろんなやばいもの読んじゃったらしくて、うん、またっていう話は聞きましたけど、やる方がちょっと精神的にあの弱い方ではあったらしいんだって、結果なんかね、うん、はい、うん、でもそしたらまあいっぱい入っちゃったらしくて、はい、まあそんな怖い話がちょっとあったりとかしながら、でもさすがに今回は言うてもアクションエンタメがメインになるじゃん、まあ、はい、うん、でもなんかあれだね、アンケート読んだら今回もいや怖かったですっていう話来てたね、まあありましたね、あでも別の意味でっていう怖かったです、まあだからあのなんだろう、うん、役として戦記の怖さであったりとか、覇気的な怖さ、そうですね、あとはもうなんだろう、うん、鬼という存在の怖さであったりとかね、あ、なるほどね、そうだよね、今回そんなに俺、うん、もうゾッとした感じのやつは、まあ、ないと思います、うん、っていう意味の怖さかったではないと思います、うん、ただやっぱり書いてる時はやばかったけどね、俺もね、ああそうなんですね、うん、あの今までそんなにないんだけど、すっごいねイライラする日が多かったの、書いてて、その本にお腹減ってたんじゃないの、ああそうかないや食ってる食ってるむしろあの俺人生で寝食を忘れることがないんですよよく作家さんの方とかね、まあ寝食を忘れてとか、ね、お風呂入るのも忘れてとか言って書き上げましたとかあるじゃない、はい、僕はどんなに持っても3時間短い感覚だいたいもうお腹空いたな感覚短すぎる、うん、でなんだったらお腹空いてなくても書いててちょっとあのプッて止まっちゃう時あるじゃん、はいはい、じゃあなんか自分の中で飯を食おうって思う。なんだったら3時間前に食べてる。何か食べようと思って肉を焼き出したんですあのお菓子とかのそんな可愛いレベルじゃないな。ガチな食事を始める。米炊き出しちゃう。そんなんがあったりね。お風呂もいっぱい入る。煮詰まるとお風呂入るから。それは何だろう、あの肉食べてお風呂に入って、うん、豚骨を作ってるの、そうだね、きっとその出汁で作ったのは何か美味しいかもしれないちょっと AKR の臭みが出てるそれが癖でたまらないんだって、うん、なるほど、ちょっとオープンするね執筆期間中オープン記念俺の出汁あ、そういえばあの光学もあのラジオで言ってましたけど、はいはいはい、あの劇団 BMI さん、はいはいはい、っていうことはやっぱり BMI 的な何かがちょっとぽっちゃり的な、あのすごいあのなんだろう、なんかすごくこうアキラ氏を彷彿させるような単語が出てきたのでそうだね、コガ君はどこを目指してる、はい、ちょっと俺もわかんない急にあの先日畑紅葉、あの前回のお仕事の時にそのつながりがありまして、でちょっと旗揚げ公演だからちょっと見に来てくれないかって言って、で行ったらあのもう早速その劇団員に、あの新しいメンバーで来年出るからって言われて、あれいきなりですかっつって決まってるぞ勝手にみたいな、そうなんですよ、君に決めたとなるほど、 BMI だと君はすごいね言われました、ね、なるほどなるほど、はい、だから普通の役者はそれで焦るんだぜだ、ね、なんで受け入れちゃったんだよ、呼ばわりされてやべえなっつって君も食べるの好きかいさそうださそうだ紅白とかよくこういうファンタジーものみたいなのは出られるんですか、はい、そうですね、結構なんか昨年の頭と、うんうんにやったやつは結構こういう感じでした。あ、はい、まあいわゆる異世界というか、まあ現代ファンタジーみたいなところ。ちょうどその時はまあ時代があの幕末ぐらいの頃だったりしてたんですけど、幕末ものも多いですよね。そうですね、うん、こういうテイストのやつで、まあ特に縦の入ってる。そうですそうです。あとは時代劇とかだったりとかですかね。今度そうだね、そういううちがずっと時代ものとかアクションものにあまり手出さない、はい、もう一つの理由があって。はい、金がかかるってリアルだごもっともです、うん、まあ衣装だのなんだのねかかりますからね、今回はかの有名な黒田さんがね、はい、もういろいろ仕切ってくれてさ、はい、あの素敵な衣装がいっぱい出てきたわけじゃない、はい、でもそんなのね毎回毎回言ってたね、まず黒田さんが2キロになると思うの痩せ細ってね結束結束になっちゃうから
今度あれだね、それこそ今団体でもよく流行ってるけどさ、クラウドファンディング的なさ、まあ、階段やクラウドファンディングだったらまあいいのかなと思いますけどね。まあなんだろう、見たい方がもしいらっしゃれば、まあ劇団に体力がないのは大変申し訳ないんですがっていうところだとは思いますが、まあ本当それしかないよね、謝ると思うね。でも金あったらできるかもみたいなね。まあ放送自体はあるんですよね、いくらでもっていう。まあまあ、で今回の話の登場人物だ、登場チームとかには、はい、多分あの一チームがもういくらでもありますからね。全然、うん、作れるし、はい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 、うん、もう一度あのスイッチさえ入ればいけんじゃないかスイッチさえ入れば、うん、まあでもお客様もね、いろいろ各チームのね、裏設定とかを考察してくださってますけど、ね、そうあれがまた楽しいですね、はい、聞くのが。このチームはこうだったのとかさ、うん、こういうことがあったんじゃないかなみたいのを聞くと、うん、おすごいところまで考えてるなとか、うん、こっちはね、いい意見の時だけそうだねっていやでもね、自分たちの予想を超えた考察をしてくださるお客様もね、面白い。だからお客さんのそれが、でやっぱりテコール自体がそれがすごい好きでさ、うん、あのまあ大体のこういう一本物だったりでやるのが本当の幸せはどっちみたいな、まあ、うん、特に、あの AKR 氏の作品はそういうの多いですね、お客さんの取りようによって、うんうん、でも不幸な最後に見えるけども実は報われてるんじゃないとか、うんうんうん、っていうのをお客さんに委ねるのは僕が好きなテイスト、うん、考えてほしいという、なるほど、うん、すごく贅沢だなと思ってんだよね。そうですね、うん、まあ、僕は今回のラストは、うん、切ないけど悲しいけど優しいラストだなと思いました。これは回収目線なんですけど、あの鬼との縁をちゃんと切ってで一回この現世を離れてっていうのは、うん、次の来世にあの悪い縁を残さない、いいですね、もっともしかしたらその後古賀くんの誰かのお子さんとして生まれる可能性もあるし、うん、もしかしたら古賀くんの、あの、ま、お子さんじゃなくて彼女として生まれ変わることもあるかもしれない、うん、もしかしたら鬼の縁を引きずったまま現世にいることもできたかもしれないけど、まあ、それはきっといいことではなかったんじゃないかなっていうところで、切ないけれどもいいね、あったか系の話で、そっちの古賀エンディングとかは、あのまあ古賀京子に関してはまた続けそうね、うんうん、そう、うん、ちょっとそれはあのもし大麻師の回収だったら、あの鬼切りの行っていうのは、縁切りの行っていうのは、うん、そういう意味があるのかなっていうのはちょっとか思いました、うん、でもそうだね、やっぱり囚われてるとねっていうところ、うんうん、はやっぱりだって十何年そういう生活してたんでしょ、うん、今からね普通に戻れって言われても、うん、そうそうねっていうところもあるし、でまた何だったらそういうのから鬼が復活する可能性もあるしっていうので、しっかり縁を切りましょうっていう、そうですね、うん、まあ、ちょっとそんなことは思いました。なるほどね、はい、まあ、これは個人の感想です。お、はい、うん、じゃあ甲賀切りの行についてちょっと甲賀くんとの縁を切るのなんでこんだけ仲良くなラジオで喋ってるんでもう君今日は会ったら最後だ最低だなあんた。嘘だよ、もうまた何かあったら出てほしいとこちらは思ってるんですけど、そちらがどう思うかテコール怖いってなってるかもしれないしねテコールふーんってなってるもうあの鍵にちゃんとあの例のお守りをつけてるので、次会った時もこれっすよ、ね、あのあれだから お守りは1年だったらちゃんと返していくんだよ、あのお炊き上げ、はい、のところ行くんだよ、はい、長く持ってるとよくないらしいですよね。そうなんですね、うんうん、危ない子だったまあまあそれ1年会わないこともないだろうけど、まあね、飲みにも行くだろうし、そうですね、うん、せっかくね繋がったご縁だから、ね、はい、本当に今回の役者さんっていうか、まあ、共演者は、うん、まあ、本当にあのまたどっかで一緒に共演もしたいし、いいあのまた会いたいですね。ねえ、うん、また向こうが許してくれれば会いたい。まあまあまあ、ごめん、あの実はあんたのこと嫌いだったから会いたくないって思われてる可能性はありますけれども、これ怖いよね人が集まるとそこに鬼が生まれるからさ次回みんなに嫌われてる階段屋来た切ないあれ誰も話してくれないだから嫌なんだ、手応えがないやめろやめろ、紀藤さんに怒られる怒られるやつあれ不思議なのがさ、帰ってってさ、うん、まあもちろんさ、うん、セリフはこっちで決めてるわけじゃない、うん、でもこうやって本番終わるとさ、なんかやっぱりその役者のものな感じがしてさ、だってね、俺が帰ったもの俺が言おうがいいんだけど、なんかどっかであの悪いなって思うよね。あ、なるほどね。あ、でも分かります分かります、うん、だやっぱり自分であの人のセリフかっこいいからこういう言い方してみたいなとかってやる、うん、なんか違うんだよね。違うんだよね、うん、やっぱりね、ヨッシーの言ったあれが決めと ね、 あ、 ねあとかっこよかったね、綺麗だからね、あのね、
ね。今の、今のセリフは霊気という鬼を切った後の、そうですね、鬼頭のセリフだったの。最初の霊気戦でもですね、はい、うん、あれはかっこいいですね。めちゃめちゃ。ヨッシーの声もいいんだよね。あれかっこいいですね。うん、でその後にぬるっと起き上がる霊気ね、うん。あれがまた気持ち悪いんだ。キャ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 。そう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 。霊気は気持ち悪いわ、可愛いわね。そう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 。あれは本当に絶妙でしたね。瀬尾くんは末恐ろしいやつだね。いや一応なんだろう。まあ、これ、あの、黒田くんが言ってたんですけど、うん、あの、まあ、鬼の衣装とか、まあ、衣装を決めるにあたって、鬼に全部、うん、あの、七つの大罪、あ、まあ、煩悩であったり、七つの大罪を振ったっていう話をして、うん、まあ、途中、あの、鬼の皆さんにもそれもお話しさせていただいたらしいんですけど、はい、だから、あの、霊気は、あの、嫉妬を振ってるんですよね。ああ、そうだね。うん。だからね、ああ、もう、わかるわかるっていう、いいところ持ってくるなぁと思って、すごい、あの、わかりやすくやってくれてるなって思いましたね、うん、やっぱなんか嫉妬のイメージってあれなんだね、トカゲっぽい感じになるのかね、やっぱりなんか水というか陰湿というか、ヤモリとかイモリか、うん、そうですね、イメージはそうですね、うんうん、タモリさんにはならない。なんで？じゃあ次行ってみましょう。次のことしょっぱい。困るでしょ。どうしたってなる。だから嫌なんじゃ。やられちゃうよ、そら。空気が違う。怒られるわ。さあね、次回もまたどういうものをやるのか、ね、うん、とりあえずは今決まってんのはもうテコールは、まあ生でも言ったけども、ね、8月のよろずと、はい、うん、なんかちょっと一瞬、あの、もしかしてスピンオフかもっていうことで、なんかそうだね、ましたね、うん、なんか引っ張れたらまたあの世界観の誰かを引っ張りたいなと、ね、まあでも誰があのメインになってもおかしくないキャラクターでしたからね。そうだね、うん、そう思います。みんな過去がある人たちだからね、うん、なんかもう、あの、個人的には、あの、なんだろう、鬼たちが、あの、戦ってない時に何してるかとか、うん、それ一回想像したらめっちゃコメディできたあ、ね、僕の頭の中でもコメディになっちゃうんですけどあの、生首を置きながらさ、うん、ちょっとお父さんっつって家族もの目ずあたりがね、もう今日午後から出る鬼の集会行くって言ってるでしょっつって、あ、これ お母さんは俺音響機だな、あ、音響機か、目ずはね、なんか、あの、イケイケの娘、あ、うん、ちょっとお父さんここにパンツ一緒に入れないでくれるっつって投げた感じ、なるほどね。で、霊気子供だね、絶対霊気末っ子、末っ子だね。ゴズ、ゴズは、ゴズ兄さん、あの、ゴズ兄さんはね、あのね、苦労人のゴズ兄さんすぐ暴れるんだけど、なんだかんだみんなのことを面倒見てるの、ゴズ兄さんいつも限界が来て暴れちゃうの、そう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 、もうお前らなんなんだよーっと話を聞けゴズ兄さん、まあ、千鬼頭さんがいて、千鬼頭さん、千鬼頭さん多分ね、あの、割とね、あの、単身赴任であちこち行きまくり、そうだね、なかなか家にいない、家にいない、うん、面白いやつ、のんびりほのぼのすごいほのぼのに日常系ができるお茶が生き地だったり、ご飯が生首だったり、そう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 、ちょいちょいなんか怪しいアイテムが出てくる、うん、 ね、それ以外は普通、普通の家庭系日常ができる。もう霊気いつまでたったり、いつになったら就職するのあとキャスト内でも、うん、あの、話してたんですけど、うん、あの、機動丸が1000年間、あの、はいはいはい、被爆者にも会わず何をしてたんだろうなっていうところとかも、うん、あ、ね、それね、あるんですよね。本人にもこれ言わなかったんだけど、うん、機動丸は結局あの後、あの、鬼たちとも最初の方は合流してないわけじゃない、うん、もうなったのもその後でしょ、うん、はい、で、その後は延々と多分自分との戦いをしながら、あの、山だったり人里離れたところとかを各地を転々しながら、うん、で、これはね、あの、だったらいいなっていう俺の想像なんだけど、うん、はい、そういうのをの移動の末に各地の鬼伝説ができてたりとか、はい、うん、なるほどね、で、やっと千年ぶりにそうやってその自分の目的に出会えて、でも入り方を間違っちゃったんだろうねっていうところ、ちょっと切ないところ、大江山の四天王寺であるとか、ああ、そうそうそう、実は機動丸だったみたいな、とかっていうのがあったら、ちょっとこれ広がるね、ちょっとかっこいいっすね、それでしょ、熱いね、いいっすね、それ多分今松に行ったら、それ言ってくださいよって今言うのかって思ってる、うん、それはね、怒られそうなんだけど、怒られそうだね、だからね、なんか松の作ってるものに、うん、そのバック、その千年間のものというより、うん、背負ってるもの、そう、うん、ある意味囚われてるところを重要視した方がいいなと思ったんでね、うん、だから千年ぶりに会ってもやっぱりその起爆州の村だったりとか、うん、自分が許せないところに、うん、うん、思うのが、鬼ってすごい俺はノイローゼの状態なのかなって思ってるんだけど、ああ、なるほどね、うん、でもあれってさ、パッて晴れた時にさ、なんでこんなことでずっと悩んでたんだろうとかあるじゃない、ありますね、うん、
だその状態がまあ鬼だったりとか、あとはまあ僕がよく出会う、まあ悪霊だったりとか。うん、まあでも取り憑かれた状態っていうのはきっとそうなのかもしれないですね。うん、ね、見えない人にはノイローゼのように見える、うん、だからまあ鬼が人の心の闇であるっていうのは、うん、だからそういうことなんだと思うんですよ ね。でも鬼ってそういうことなのかなと思いますけど、ねうん、煩悩であったり7つの大罪であったりみたいなところ、うん、1個にすごく囚われて特化したものなんだろうね、うん、と思う。そういうの あのトップにいる戦機という傲慢は、うん、っていうのは全てを包括しているっていう、うん、そうだね、うんっていうのがイメージとしてありますね。やっぱり大変だね、今戦記なんか出てきた日には。うん、大変だね。多分速攻でお偉いさん、国のお偉いさんの行くところ行くだろうね。まあ一番早いでしょうね。しかもなんか戦記が取り付きやすそうなのいっぱいいますからね。入るね。うん、すぐ戦争始める、うん、だと思いますよ。鬼の住みやすい世界ができちゃうんじゃないかな。やだな、やばいね、芝居やってらんないじゃん。そうなんで、誰もね、その平和なね、うん、座ってみる世界なんか、ね、平和じゃないとできないことですからね。そうだね、うん、さあさあ、じゃあそろそろかな。そうですね、うん、さあじゃあなんか最後に高賀君、はい、またまあしばらくちょっとお会いできないじゃない。そうですね、まあ、芝居ではね、うん、お芝居では、うん、まあ個人的にはなんかあるかもしれない、うんうん、なんか一言どうですか、見てくれたファンの方とかお客様とか。そうですね、うん、本当に今回はとてもいい機会に恵まれて、こういう風に出していただくことができまして、本当にたくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございます。すでに決まってるのはまあ年末まではないんですけれど、まあどっかで急にどっかからお声がいただいたらまたお会いできるかもしれない。ぜひその時またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ一さん、はい、まあ自分もまあちょっとはっきりと言える予定はないんですが、今回はこの海舟という役を皆様に愛していただいて、ご声援いただいて本当にありがたかったです。これからも精進いたしますので、ご声援いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私なんですけども、ただ、ご声援ください。うるさい、うるさい。なんでなんか意味がニュアンスが違ったんですよ。しかもただってすれ違いざまに5000円くれる。それはそれで怖いけど、怖いけどな、いい人だな。うん、あ、言ってたから、ありがとうございます。とはなるけどポケットには入れてる。はい、というわけで、はい、この時間のお相手は芝居かけてこれエキアルト、シンラ剣劇空間の鹿島いつきと、チームペロキャン甲賀でした。バイバーイ。